グレッチの G6130 ラウンドアップ、こちらをご紹介いたします。グレッチというブランドなんですけれども、このレギュラーシリーズは多くはもう日本製になってしまったブランドですけれども、今回入会いたしましたのは USA カスタムショップ、それもマスタービルトのラウンドアップになります。この1955ラウンドアップですけれども、ノッティーパインというね仕様なんですけれども、このノッティーパイン後ほど説明いたしますが、ここのね木目がちょうど対照的に出てくるというね非常に貴重な仕様になります。グレッチのこうマスタービルダーが作ったということなんですけれども、今回制作しましたのはチャド・ヘンリッチセンというね方なんですけれども、以前はこのステファン・スターンが制作したようなこのモデルですけれども、このチャドさんもですねすごくスキルの高い人なので、細かいところを見ていきましょう。まずこのボディですけれども、このマホガニーをくり抜いたボディの上にですねトップ材が貼ってあるんですけれども、こちらはノッティーパインというねこのセンターで合わせてあるところに、このノッティーパインという松のねこう木目がこう対照的に出てる。材を選ぶだけでも大変なんですけれども、うまくこの対照的にこの目が出てくるっていうのを位置づけるのもやっぱりスキルの高い人じゃないとできないという仕様になります。ネックはワンピースマホガニーにローズウッドが貼ってありますけれども、このやっぱり細かいインレイはですね、この西部の象徴となるような水牛とかサボテンとか、そういったものが細かい細工がなされたインレイが丁寧に埋め込まれています。そしてヘッドもこちらオールドスタイルですね。裏返ししますと、この一つ一つオープンバックのゴールドパーツが使われておりまして、裏にはきちんとマスタービルトの証、チャド・ヘンリッチセンのねサインが埋め込まれています。ボディのバッグもこちらマホガニー、こちらはいいところを使われているマホガニーでありますが、このラウンドアップですね、このモデルのその由来となりますラウンドアップ、こちらはですねボディサイドにきめ細やかな革細工をした上にコンティで留めてあるというね、これもかなり手の込んだものになります。以前日本製のグレッチが発売された時にラウンドアップというね、ここが赤く塗られてるだけというものがありますが、こちらはちゃんと革が巻いてあるもので、これがラウンドアップというねモデルの由来になっているんですけれども、今回はしっかりと本当に革がぐっと巻き上げられているというね、非常にこう贅沢な仕様になっております。ボディの方ですけれども、こちら G ブランドですね、G のこれは本当は焼き印が押されているものなんですけれども、こちらはちょっとくり抜いてそれなりに塗装が埋め込まれておりますが、結構いい仕事になっております。ちょっとへこんでいますよね。スリーウェイトグルスイッチ、こちらでネック側のピックアップ、そしてミックスポジション、そしてブリッジ側のピックアップをチョイスするトグルスイッチになります。ピックアップはセイモアダンカンのカスタムショップになりますダイナソニックピックアップですね。ダイナソニックのピックアップのオリジナルは1953年、55年57年のみ生産されたものになりますので、それの貴重なレプリカです。このブリッジ、こちらもグレッチの細かいねイントネーションを調整できるオリジナルのブリッジ、通称メリタブリッジって言いますけれども、このグレッチがこれを開発した時にですね、こういう細かい金属加工ができる会社っていうのがギターの業界になくてですね、コーヒーメーカーのメリタ社にオーダーしたということが由来となっているブリッジであります。こちらのテールピースの方もしっかりとこうグレッチのねウエスタンの風景が刻印されております。こちらのノブはこれがマスターボリュームですね。そしてこちらがネック側のピックアップのボリューム、そしてこちらがブリッジ側のボリューム、そしてこれがマスターのトーンになります。
それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。そしてミックスポジションです。そしてブリッジ側のピックアップです。まるで良質なヴィンテージを弾いているかのような完成度ですね。細かいところを見るにつけ、ちょっとつまびいて見るにつけ、もう本当に高い完成度を感じます。マスタービルト、めったに入荷しないものでございます。全体の重量は 3.44 キロですね。程よい重量でございます。ぜひ一度お試しください。